今月19日、スウェーデンを訪問したゼレンスキー大統領は、スウェーデンの戦闘機グリペンの供与について協議を開始したと発表しました。ただし、会談の2日後にスウェーデンのクリステション首相は、現時点で供与する予定はないと発言しています。続いて20日、オランダとデンマークをゼレンスキー大統領が訪問した際には、アメリカ製の F-16 戦闘機の供与を正式に発表しました。供与する数についてデンマークは19機と明らかにしていますが、オランダはこの数を明らかにしていません。そして最後21日、ゼレンスキー大統領ギリシャを訪れました。首脳会談ではギリシャはウクライナ軍パイロットの訓練に協力する方針を示しています。というようにこの3日間渡ってさまざまな国を訪れ、まあ、見る限りだと航空戦力をかき集めるためにいろんな会談を行ったと見られていますけれども、小泉さん、そうなるとやはり今ウクライナ弱いのは空防空システムということでしょうか。そうですね、まあ、足りないといえばみんな足りないんですけども、空だけはですね、まだこう西側製の戦闘機が送られてきてないんですよね、なかったんですね、これまでは、はいはい、だからこう戦車についてはいよいよ少ないけども西側製戦車が入ってくるようになって、それからその西側製の空中発射巡航ミサイルなんかも出してもらえるようになって、この辺ではある程度なんていうかこう壁を破れた、つまりこれを出したらいわゆるレッドラインを踏んでしまってプーチン核使うんじゃないかみたいな不安を払拭して、まあ0を1にすることはできたわけです。本当はその1を10とか50にしたいんだけど、そこはいけてないけど0を1にすることができた。で、ソロはまだその壁が破れてなかったので、まあこの年初以来もうゼレンスキーは何回も欧州歴訪して、毎回この戦闘機の話を非常に熱心に働きかけてるんですよね。まあ今年の5月のサミット前にも、もうこういうような歴訪をやってるんですよ。でもそれでもやっぱりまだ戦闘機入ってこないっていう中で、まあ、今回はこのオランダデンマークに行って実際も戦闘機入れますよという話が、はい、ちゃんと正式にまとめられた、で昨日ですかね、オランダの最初の1機はもう入ったとかって言ってます。あ、もう入ってるんですか。はあ、まあ、おそらく訓練用にしてとかってことができたんで、まずそこの点ではその0を1にすることができたという意味で、まあ大きな成果を上げたんだと思うんですね。あとギリシャの方はギリシャも実は F-16 保有国なので、ギリシャがその おそらくデンマークオランダだけではこう訓練が十分できるリソースがないので、ギリシャのパイロットに訓練してもらう、だからこのギリシャの訓練空域を提供してもらうというようなことで、F-16 の実用化に向けて弾みをつけるということでしょうね。まあ、グリペンの方はもともともスウェーデン側がそんなすぐ出せませんよっていうふうにずっと前から言ってましたんで、すぐくれるとは思って言ってないと思いますが、まあ、今ウクライナ軍が使うんだったらグリペン確かに無垢戦闘機ではあるので、いずれこれ欲しいなって気持ちは前々から言ってましたから、少なくとも協議は開始した、つまりこう、スウェーデン側もすぐ出すとは言わないけど、一応協議はしましょうと言って、そのことをゼレンスキーとクリステションが並んで表明することまではスウェーデン許しているので、まあ、一応これもこう、まあ、1になってないんだけど 0.1 とか 0.2 とかを踏み出したそういう感じでしょうね。だからもっと言うとF-16 の供与もこれから3年かかるってデンマーク言ってるんですよ。でグリペンもおそらくこれから協議して入って訓練してっていうふうに言ったら、これもやっぱ数年越しですよね。やっぱりもうこの戦争が数年続くという前提でゼレンスキーも動いてるような感じがしますね。はあ、それまずそのグリペンの話なんですけどね、この例えば戦車一つ取った時にも、じゃあアメリカのエイブラムス、イギリスのチャレンジャーでしたっけ、ドイツのレオパルドとかね、いろんな国がそれぞれの戦車を供与するとかって言った時に、じゃあウクライナ兵、戦車兵が今までその T-72 とか操縦していた人たちがそれをきれいに操れるのかっていう話がいろいろ問題になったじゃないですか。飛行機ってもっと機種によるそのなんていうハードルって高くないんですか、戦闘機は。まあ、ちょっとこれもその本当の戦闘機乗りの人に聞いてみないと分からないですけど、すいません、まあ、側分するところによると、もともと戦闘機が飛ばせる人が別の機種に転換してその飛行機を飛ばせるようになるまではそんなにはかからないって話ですね。その搭載しているいろんなウェポンシステムをちゃんと使いこなせるようになるとか、それをこうシステムとしてもう何機で戦うみたいなことができるようになるにはやはり長い時間、ある程度の時間が必要になると。だからまあこの戦闘機に何させるかと思いますよ。単に飛ばして飛んでくる敵の巡航ミサイルを撃ち落としたいとか、
戦場にバーッとロケット弾ばらまいていきたいという程度だったら割と早く戦力化すると思いますし、なるほど。でもおそらくウクライナがこの F-16 シリーズに期待しているのは、はい、ロシア軍のレーダーを探知して防空システムを潰すシード任務ですよね、はいはいはい、これは実はオランダもデンマークももともと持っている F-16 古いんですけど、うん、途中で MLU 回収っていうのを受けてて、何ですかそれ、ミッドライフアップデートかな、はい、要するにこの寿命の途中で回収を受ける回収パッケージがあって、はいはい、その能力を持ってるはずなんですよね。なるほど。だからこういう作戦をやるとすると相当長い期間、訓練を受けなければいけない可能性はあると思います。だからこう、何をさせたいかによって時間かかる時間は変わってくると思いますね。それはじゃあグリペンでも別に来ても困らない、まあ、でも結局使うのに2年3年使える、実戦配備するのに2年3年かかるというのはそれは F-16 もグリペンもみんな同じだというこういう理解になるわけですね、おそらくは。まあ、F-16 はですんで単純な任務だけやらせるんだったらもっとずっと早く使えるかもしれないですよね、うん、でグリペンの方はとにかくスウェーデンも96機しか持ってないですから、うん、あとハンガリーが14機と か、はい、だから欧州全体で120機ちょっとしかないんですよ、もともとグリペンって、はい、だからそれをみんなこう自分の空軍すっからかんに出してやるってのはおそらくできないと思いますね、はいはい、うん、デンマークも 44機かな F-16 持ってるんですけど、はい、19式しか出さないっていうのは、うん、新型の F-35 がまだほとんど入ってないから、うん、自国の防空をおろそかに出すわけにいかないっていう理由ですよね、うんうん、だからグリペンに関してはこうスウェーデン軍が新型のグリペン E をある程度まとまった数入れられて、うん、古いグリペン CD だったら出してあげてもいいよという気になるまでやっぱ数年かかるって話なんだと思います、ね、パイロットってウクライナ軍ってたくさんいるんですか？いや分かりません、これやっぱり軍事機密で、日本だとおそらくある程度その操縦要員の数って分かると思うんですけど、はいはい、ロシアとかウクライナ軍の操縦要員がどのぐらいいるかって分かりませんが、開戦前の時点で、はい、ウクライナ軍は125機ぐらい戦術航空機を持ってたんですね、はい、ですからまあ少なくともそれを飛ばす分ぐらいのパイロットはいたと、うん、でそのうちどのぐらいの方が生き残ってるかって分かりませんけれども、はい、まあ、彼らが飛ばせ彼らがまだ相当数生き残ってるんであれば、うん、ある程度まとまった数の飛行機が来ても飛ばせると思います、うんうん、あともう一個はどうもこの外国からの飛行機供与の話を聞いてると、はい、結構長いスパンでパイロットの育成もやろうとしてるくさいので、もしかするとまだ これから空軍に入ってきてパイロット候補生になるような人をもういきなりヨーロッパの国で訓練してもらう、だから最初の初等練習期からもうやってもらうみたいな話も多分視野に入ってる気がしますね。もう半年1年じゃないですね。ですからこの今年の2月ですかね、ゼレンスキーがイギリスに行った時に、はい、そのスナク首相から2年かかるよとかって言われて、はい、うんうん、2年もかかるのみたいな話をしたってやり取りが報じられてるんですよ、はいはいはい、だからもうこれは明らかにもともと飛ばせるパイロットの訓練期間ではない、うん、もっと本当にこれから操縦を習う若いパイロットも丸ごとやってそのぐらいとかって話だと思いますね、はい、それは小泉さんどう、要するにでも航空戦力がね、その非常に重要であると、ゲームチェンジャーとは言いませんけれども非常に重要であると、特にロシアが航空戦力、まあ、ヘリコプターも含めて一定の航空戦力を持っている中でウクライナ軍の航空戦力の弱さが攻めきれない最大の理由だと言われている中で整備と整えるのに2年3年かかるっていうのは、それまで地べたで頑張ろうよってそういう意味なんですか？まあ、そういうことだと思いますね。でただ、まあ、じゃあその航空戦力もちろんあればあったに越したことないですけど、はいはい、なかったら絶対勝てないのかっていうと、うん、去年の9月のハルキウのところのあたりは航空優勢なしで大勝ちしてるわけですから、はい、どう戦うかにも寄ってくるところがあると思うんですね、うん、だからまあこの航空戦力重要ではあるんだけども、うん、あくまでも必要条件であって十分条件ではない、うん、だから航空戦力さえあれば勝てるというものではないし、うん、航空戦力が今のままだ絶対負けますという話でもないですよ、はい、うん、だからまあ今ぐらいの戦線を維持してじわじわ押しながら何年か持たせれば有力な航空戦力ができる、うんうん、あるいはその何年か前線で今の一枚看板の戦力で頑張ってもらって後方でまた予備戦力を作るとかというような気の長い話をもし前提にするんであればこの話は意味があると思います。西側 その支援体制 F-16 にしても、はいはい、まあ、飛ばせるようになっても、うん、これを撃ち落とすのは簡単だと思うんですよね、ロシアにとってみれば、うんうん、ロシアには優れた対空ミサイルがあるわけだから、はい、S-400 とか、はい、S-300 があるんで、はいはい、そうすると戦争の初めにロシアが自分の戦車をウクライナが持っているアメリカのミサイルでやられたように、うんうん、ポン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 やられてしまう可能性も逆にあるんだと思いますよ、うん、
だから F16 はその、まあ、随分あの輝いて見えるから、うん、それに話題が集中してるけれども、うん、あのそんなに大したことはないかもしれない、うん、だからこれからその両国の間で両国の中で、うん、国内の政治がどういうふうに転ぶかっていうのがあの随分重要だと思いますけどね。なるほど、加藤さんがご、加藤さんからご覧になるとその F16なんかまあまあ、来てもいないのになんか宝物みたいに持ち上げすぎだというような気持ちで見えてしまう、そんな意味お話ですか今の。そうですよ、うんうん、ゼレンスキーはあの軍人じゃないし、あの人は、はい、あの人は軍の運用には自分では携わらないようにしてますよね、はい、うん、だから彼がやってることは PR なんで、F16 なんてのはあの西側が助けてくれますよっていうことをウクライナの国民に示す、うん、いいものだし、はい、まあ、そういうことでだから F16 とかそういうものに、うん、ちょっと注目しすぎると思います。そういうものは総合的に入ってこないと、うん、あんまり役に立たないわけだから、うん、この前入ってきた西側の戦車は、うん、上空の援護がなかったから、はい、やられたんで、やられましたね、F16 も同じことだと思います。小泉さんいかがですか、ちょっとそこの部分だけ F16 我々もしかして課題評価過剰に期待しているかもしれないと、ここの部分はいかがですか。F16 は兵器に過ぎないので、うん、加藤先生おっしゃるように、うん、F16 は兵器なんで、その兵器システムの一部として入ってこなければいけないということなんですよね、うん、ただ、まあ、大体これまでウクライナがくれって言ったものの、うん、一覧はほぼ揃いつつあるんですよ。なるほど、はい、でそういうものがだから これまで入ってきたものに F16 というピースがはまると、うん、まあ、これまで以上にシステムとして機能しやすくなるというところはあると思います、うん、まあ、少なくとも今あるウクライナが持っているミグ29とかに比べて性能は高いので、うんうん、単純に空中戦の性能ではなくて兵器システムとしての性能が高いので、はいはいはい、まあ、F16 入ってくれば今よりはもちろん、うん、戦況は良くなることは良くなると思いますが、うん、それでこう大勝ちできるかどうかというのは使い方次第ですね、うん、ロシアの人権団体グラグネットが先月29日ロシア国防省の関係者から入手したとして北朝鮮からの武器購入リストを公開しているんです。ロシアが北朝鮮から購入した主な武器なんですが、例えば自走式の榴弾砲や T62 改良型の戦車、あるいは対戦車ミサイルが挙げられているわけなんですが、まあ、公開した団体によるとかなり古くに開発された兵器が入っているリストということです。小泉さん、それだとしてもやはりロシアは欲しいというものなんでしょう。どう使えるものなんですか、この北朝鮮のリストと、うん、まあ、使えるものと使えなそうなものいろいろ混じってる感じはしますけども、うん、例えばその天馬号という戦車なんかに関して言えば、はい、まあ、これは T62 を北朝鮮がライセンス生産して改良したものですよね、うん、でロシア軍もだいぶ戦車が足んなくなってきて T62 も投入してますから、はい、まあ、おそらくこういうものが入ってくれば、うん、ロシア軍としては使いではあるでしょうし、うん、ロシア軍のそのなんていうんですかね、こう整備能力の枠内で維持することは可能だろうなというふうに思いますね、うんうん、あと、まあ、このファゴトとかシュメリとかも、まあ、古い対戦車ミサイルがありますけど、これオリジナルはどこなんですか。ファゴトソ連です。全部ソ連からですか、はい、そうです。でソ連は自分の国から技術提供して作り出したものを、しかも50年か40年か60年か古いやつを今必要だからといってもう一回戻そうとしてるって、こういう理解でいいんですか。戻そうとしてる、あるいはまあ自国由来の兵器なので、はあ、買ってくれば自分で使いやすいよね、うん、同盟、まあ、ある意味こう同盟国から兵器を供与してもらってると考えればそんなにおかしくはないんですけども、はい、やっぱりまさか例えばその一昨年ぐらいまで我々はまさかロシアが北朝鮮から兵器を買うなんて夢にも思わなかったわけですよね、はい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 、イランからも買ってますけどそんなこともやっぱり夢にも思わなかったです、うんうん、でおそらく唯一北朝鮮オリジナルはこの一番上の国産っていう170ミリ自走榴弾砲なんですが、はい、これはものすごく口径大きいんですよね。でかいですね、ですし、ロシア軍この口径の砲を持ってないので、うん、多分弾ごと買うんだとしたら弾ごと北朝鮮に依存しなければいけないと思います、はい、予備部品なんかもそうなりますよね、うん、果たしてその北朝鮮ってこういう砲をずっと長くサポートさせてくれるだけの信頼のおける武器輸出パートナーであるのかどうか、うんうん、まあ、意外と北朝鮮は武器輸出国でもあるので、はいはい、ロシアがお客さんになってくれるって言えばしっかりやってくれるのかもしれませんけど、うん、まあ、やったことがないんで何とも言えないですよね、ロシアと北朝鮮間では。 T62 って60年ぐらい前の戦車違います、うん、まあ、そうですよね。それを、まあ、北朝鮮流にどっか改良してあるんでしょうけれども、
今のウクライナ戦争において T62 っていうのは名前は聞きますけれども、そんな主力戦車足りうるような戦車なんですか？例えばそれは戦場の状況に大きくよると思うんですよ、はいはい、つまりウクライナ軍に戦車が全然足りないところに T62 出てきたらこれ怖いですよね、はい、あるいはまあこの陣地に T62 を砲台として置いていく、うん、これだけでも火力としては相当優秀ですし、まあ、なんか結局使い方の問題だと思うんですよね、うん、でまあ、今ロシア軍がこの戦争で2000数百両戦車を失ってるんですよね、1年半 で、 で多分ロシアの軍需産業の戦車生産能力がだいぶ増強されてきてるんですけど、はい、おそらく年産500両は超えないはずなんですよ、うん、だからこのままでいくとロシアの戦車戦力はどんどん縮小していく一方なので、まあ、予備の戦車なんかもいっぱい出してますけど、うん、それもいずれつきますから、うん、まあ、であれば、うん、同じような技術体系でサポートがしやすい戦車を売ってくれる国があれば買ってくるっていうのは一家の戦略ですよね。なるほどね。ただこうロシアとしてはこう北朝鮮から買うことへの何ですか、うん、抵抗感みたいなのはないんですか？、はい、まあ、それ心理的な、一般国民レベルでは多分あると思うんですよね、はい、やっぱり北朝鮮ってちょっと変な国だなって感覚ってロシア人も割と持ってるのは持ってる、うん、で、あるいはこの貧しい国である遅れてるってイメージやっぱあるんですよ、うんうんうん、だからその北朝鮮頼って戦争しなきゃいけないのかみたいな屈辱感みたいなものとかはあるとは思うんですけども、ただまあ、軍事の論理から言えば合理的ではあるの で、はい、でまあ、今回イランからも買ってますしね、はい、まあ、そこはもう構わずやってるんだと思います。さて、兵器に加えて長期化によるもう一つの深刻な懸念が兵士の数の問題です、うん、アメリカニューヨークタイムズ電子版18日、複数の当事者の話としてこちら、ウクライナ・ロシア両軍の死傷者が50万人に迫っていると報じました。内訳としてはロシアの死者はおよそ12万人、負傷者は17から18万人、対するウクライナは死者はおよそ7万人、負傷者はおよそ10から12万人としています。川藤さん、この50万という両軍の死傷者数どのようにご覧になりますか？まあ、僕はそこまで専門じゃないんだけども、だけどこの数字ってのはちょっと大げさじゃないかと思いますよね。大げさ。戦争が始まった時、ロシア軍が入ってきたのが20万人かそこらでしょ、うん、それからウクライナ軍が全部でその戦争の最初の頃20万人ぐらい、25万人ぐらいかな、うん、というふうに推計されてたわけで、うん、今の数字見ると両方とも全滅じゃないですか、うん、だからちょっと大げさじゃないかと思いますけどね。なるほど。小泉さん、いかがですか、この数字に対する、まあ、信憑性からですね、いかがですか？まあ、ちょっとこれは そもそもどういう方法で推計しているかよく分からないので何とも言えませんが、はい、両軍の総兵力に関して言うと、はい、両方とも動員かけていて、はい、兵力が膨らんではいるんですよね、うん、でミリタリーバランスの今年度版の評価、うん、まあ、つまり今年頭ぐらいの時点における評価でいうと、うん、ロシア軍の地上兵力合計65万人ぐらい、なるほど、でウクライナ軍が55万人ぐらいまで戦時動員で増えていると。延べという意味ですか？いや、総兵、総兵力、常時いる兵力ですね。あ、なるほど、なるほど。ですからウクライナが大体地上兵力を3倍に膨らませていて、はい、ロシア軍もやっぱ倍ぐらいに地上兵力を倍ちょっとですね、2.5 倍ぐらいに地上兵力を膨らませている、うんうんうん、まあ、その中の10万人とか7万人が亡くなっているという可能性はなくはないですね、うん、1年半これだけ消耗戦をやっていますので、うんうん、でもう一個私この数字で気になるのは、うん、死傷者と負傷者の比率なんですよ。つまりこう大体、死者の 1.5 倍ぐらい負傷者が出ているってことなんですよね、うん、でこれ現代の野戦医療がちゃんとしている軍隊の場合、もう少しこの比率が良くなるはずです、うん、死なずに済んでるはずだ。そうです。つまりこう、はい、出た負傷者の中から、はい、救える率が20% とか、あ、ごめんなさい、亡くなる率が 20% とか 15% とか、はい、そのぐらいのはずなんですよね、うん、米軍だともう死者 10% 以下ぐらいまで抑えられる。つまりこれは ものすごいロジスティックス能力を持ってるからなんですよね、うんうんうん、やっぱりこの長引く戦争でロシアもウクライナも野戦医療能力が相当逼迫してしまっていて、うん、救えるはずだった兵士が相当死んでるっていうことも、うん、この死者が増えてることの原因じゃないかっていう感じがしますね。それってちょっと今日のテーマからずれちゃうんですけれども、日本のウクライナ支援の話の中にね、うん、その殺傷能力はダメよ、うん、武器ダメよっていうことで、まあ、これまで例えばそういう、こう防弾チョッキだとか鉄鉢とかね、
食料とかそういうものを送っているんだけれども、その医療施設、医療設備ないしは そういったものというものが実は一番ウクライナに対してのある意味なんていうの、非軍事的な支援で一番喜ばれる可能性があるのかどうか、このあたりどうご覧になりますか。それは私はあると思ってます、はい、ですから例えばこの今ウクライナ軍の救命率が死者7万人に対して10万人から12万人の負傷者っていうのを、はいはい、まあ、ということはつまりこう大体こうざっくり17万人から19万人の死傷者が出ると7万人は死なせてるわけですよね、はいはいはい、これを5万人とか4万人とかまで下げることができれば、うんうんうん、この人たちはいずれ回復して戦場に戻れるかもしれないし、足が吹っ飛んじゃっても少なくとも家族の元に帰れるわけですよね。だからその亡くなるはずだった3万人とか4万人を救える支援を日本がするというのは道義的にも問題がないし、むしろ誇れることだし、戦略的な意味もあって私は非常にいいと思います。あともう一個、これからおそらく冬にかけてロシアがまた都市空襲を強化すると思うんですよ。エネルギーインフラ狙いだ。エネルギーインフラとか、はい、その団地にミサイルぶち込むとかってことを、はいはい、まあ、この夏の間もやりましたけど、はい、それがもっとまた強化されると思うんですね、うん、この前の冬みたいなことがまた繰り返されるという時に、はい、都市部における救急体制、うん、まあ、単純にその日本の救急車を送ってあげるんでもいいと思いますし、うん、医薬品でもいいと思いますし、うん、送れるんだったら医療スタッフも送ったらいいと思いますけど、うん、なんかそう非軍事分野で日本ができることっていうのを、うんうん、やっぱりもうちょっとこう拡充してもいいんじゃないかなというふうに思ってます、うん、どうしても例えば今、まあ、政治向きで昨日あたりからまた始まるその防衛装備品の移転の議論がね与党の間で始まっているんですけれども、どうしても僕らのメディアの関心っていうのはじゃあどんな武器を送れるようにするんですかっていう議論にすぐ行きがちなんだけれども、今の小泉さんのお話を伺ってると、じゃあそこにいきなり飛びつく前にもうちょっと裾野広げて議論してもいいんじゃないかというようなお気持ちにもなっている。ここあたりいかがですか。裾野自体はすでに結構広がってると思うんですよ、うん、はい、地雷除去機材を出したりとか、でこの医療機材も出してますよね、うん、その規模をもっと大きくしてもいいんじゃないかとか、うんうん、あとはまあそのウクライナ軍が実際にその野戦医療の状態がどういうふうになっていて、はい、今本当に何が足りなくて、うん、救命率がこんなになっちゃってるのかとかですね、うん、そういうことをちゃんと調べてもいいんじゃないかと思いますし、うん、まあ、その広がってる裾野を厚くするということと、うん、どこに裾野を広げるのかということをちゃんと、うん、事実ベースで考えたらいいんじゃないかというのが私の考えです、うん、川藤さん今の話どう気になりますか。全く賛成ですけれどもね、まあ、それが実際に末端までちゃんと届けばいいんだけれども、そういう問題もありますけれどもねまあそこは議論してもしょうがないんで、うん、一方ね、川藤さん、その死者数の話なんですけれどもね、アフガニスタン侵攻の時のソ連兵の死者っていうのは我々が聞いたところでは1万5000人だったと、うん、1万5000人の死者がソ連兵の死者が出たアフガニスタン戦争というのは、じゃあ今回のロシアの死者12万人が本当だとしたら8分の1だったわけですよ、アフガンの死者っていうのは。でもアフガニスタン戦争っていうのはロシア当時ソ連だ、ソ連の社会にはそれなりの影響を及ぼしたものではなかったのかどうか、このあたりはいかがですか。頃、まあ、いたけれどもかなりなその、まあ、問題になってましたよ、うん、その自分たちの息子が、はい、戦死しちゃって、噛んで届くわけなんだから、 それに対する母親の人たちの嘆きっていうのは大変なもんだし、うん、それはもう随分報道されていましたからね、うん、問題になってましたよ、うん、ただ今回のはそういうその報道はあんまり目にしないんだけれども、うん、もしかするとそのモスクワとかそれからサンクトペテルブルクのような大都市からはほとんど兵隊の徴募が行われてないんだと思うんですよ。だからその行われているのはコーカサス地方であるとか、うん、それからバイカル周辺のところであるとか、うん、割と、まあ、地方って言われているところですね、はいはい、そこにその、まあ、お金もつぎ込んで、要するにまあ契約兵を募集しているのが、うん、あれなんで、うん、そうするとあんまりその、まあ、報道には出てこないのかもしれないと思います、うん、ただ9月の10日に知事選挙が行われますからね、知事選挙とそれから一部の地方の議会の選挙が行われるんで、うん、全部じゃないんだけれども、はい、そうするとそういったその兵隊の徴募が集中している地方で、うん、知事たちがどういうその評価を受けているのかが分かるかもしれないですね、うんうん、多分そんなにね反感を受けてないんじゃないかと思うんですよ。ほう、
小泉さんいかがですか、1万5千人の時のアフガニスタンの時のソ連社会 の、 その反戦ムード、厭戦ムードと12万人、仮にこの通りだとすれば12万人の死者が出ている今のロシアの国内の雰囲気、この違いどう見たらいいですか。一つ、まあ、私モスクワにいた時に、はい、モスクワ大学の校内を歩いてたらふとなんかこう石碑があって、はあ、これはそのモスクワ大学から出征していった兵士たちの中でもやっぱ戦死者が出ていて、その記念碑だったんですよね、はいはい、だったりとか僕の住んでる団地のすぐ横のとこもなんか歩いてたらふっと見たらこう中央分離帯にやっぱ石碑があって、これもやっぱりこの地区から出征して戦死した人たちの記念碑ですと。なるほど。それは結構モスクワの街の中ってよく見るとあるんですよ、はい、ただ多分当時のちょっと私ここも専門じゃなくて歴史的な事実ちゃんと把握してませんけど、はいはい、うん、まあ、多分ソ連のアフガニスタン侵攻はそれなりにあっちこっちから平等に兵隊を取って送ったと思うんですよね。でそれがやはりこのその都市部のつまりこう比較的政権に声を伝えやすい人たちの、うんうん、うちの息子死んじゃった、うん、うちの夫が死んじゃったって声にまあつながっていったんだろうっていうのが一つです、うんうん、でもう一個はやはりこのアフガニスタンの侵攻も最初の頃は全然みんなよく分かってなかったんですね、うん、そのソ連の報道統制全然分かってなくて、うん、ゴルバチョフ政権期になって報道統制が緩和された時にこんなひどいことになってるのかよということがショックだった、もう何年もこんなことを政府は隠したのかよっていうのはショックだったから、うん、まあ、こう国民に大きな衝撃を与えた、はい、で政府不信につながったというふうに、うん、言われてますよね、はい、だから今回の場合でいうとまずその今川藤さんがおっしゃった通りで、うん、多くの兵士はおそらく都市部から取っていない、うんうん、で都市部にも多分徴兵令状が行ってるんですけど、うん、逃れてるんですよね、ほう、という話はいっぱい聞くんですよ、はい、つまり多少のお金とコネがあれば都市住民は逃れられちゃって、うん、なるほど、それができない貧しい人、地方の小さなコミュニティで住んでる人、うん、少数民族の人々は逃れられないという不平等構造があると、うん、だからそれがやっぱりこうあんまりいまいちこうロシア人のマジョリティにとって、うん、なんかこう本当にやばいぞって感じになってないんだろうっていうことと、はい、うん、もう一個は今回の場合こうソ連の頃とは全くその情報の秘匿度が違う状態で戦争が始まってるわけですよね。今回の方が高いという意味ですか。いや緩い緩い、つまりこうもうある程度みんながうすうすこういう戦争やってて、あ、なるほど、まあ、ネットとか見ればテレグラムとか見ればなんかこんなひどいことがあったらしいね、はい、プーチンのひどい戦争やってるらしいねってことはみんなうすうす知りながらやってるので、なるほど、まあ、この数字を聞かされてロシア人が、うん、初耳だひどいと思う人はよっぽど鈍いと思うんですよ。ほう、だそう考えると、まあ、結局みんなうすうす知りながらこの戦争を容認してきているということを考えると、うん、まあ、この数字が出てきて一気に国民がこの戦争をやめろという声を上げるって感じは私はあんまりしない。うすうす知りながら国民から反発の声が上がらないということは、うん、まさにさっき言われた不平等なリクルートのやり方、うん、なおかつ地方の兵士というのは、まあ、ある意味その条件につられて出てきている分というのが発言力を失わせているというね、非常に巧妙な兵隊の集め方をしているというこのシステムが国民、ロシア国内の反戦ムードを抑える働きを持っている、こういう理解でいいですか。なあ、それをそのロシア政府が意図してこの巧妙な徴兵システムを築いていると見るのか、もともとロシアという国の中にはそういうこの不公正な格差みたいなものっていうのが、はい、結果的にあの戦争に反対する声を抑えてしまってるのかって、私はどっちかって後者な感じがしますけれども、それどういうことですか。国が持って生まれて国自体がそういうシステムを持っている、ビルトインされてるって意味ですよね。まあ、例えばですけどその、はい、ロシアでは絶対的貧困率っていうのは90年代と比べると大きく減ってるわけですね、うんうんうん、要するにこの1日2ドル以下で暮らしてる人なんかほとんどいない、うん、けれども、うん、その国民のごく一部の富裕層が富を独占していて、うんうん、残りの人々がその富に預かれてない、で結果的にその発言力とかもないみたいな構造ってのはあんまり変わってないんですよね、はい、最近の統計だとロシアの上位 1% のお金持ちが国富の 48% とか持ってる、だからこれはその他のユーラシアの国々とかヨーロッパの国と比べても格段に富の偏在が大きい率なんですよ、はいはいはい、だからそれをやっぱりこの、はい、この20年、はい、プーチンのロシアの下でそういう構造が結局改善されず、場合によっては強化されてきたっていうのが、うん、その人々の発言力の格差みたいなものにもなってるんじゃないかという感じを、まあ、ちょっとこれもちゃんと社会学的な知見を踏まえてないので私の、はい、エセ社会論ですけども、うん、そういう感じがします。今夜はロシアを長く見てこられたお二人に今のロシアの状況を踏まえた上で私がロシアに期待することと題してご提言をいただきます。加藤さんお願いします、はい、はい、
自ら調べ自ら考えようということなんですけども、これは僕の高校の講座みたいなものなんですよね。ロシア人に言いたいのは、ロシア政府は今回の戦争というのはウクライナの中のロシア語を話す人たちがウクライナ政府に弾圧されているから、それを救うために戦争を始めたんだということなんだけれども、それは事実に合ってないんですよね。そういうのを自分で調べてよく考えてほしいという、そういうことです。小泉さん、お願いします。私は人の道としたんですけど、望むことということなんで、実現できるかどうかといったら難しいかもしれませんけれども、やっぱり明らかに非人道的な戦争をやっていて、ウクライナ人を殺してるだけではなくて、ロシア の, その将来のある若者だって戦争でバンバン死なせてるわけですよね。やっぱりこれがなんていうか、このロシア国民の命を預かってる政府のやることではないと思いますし、隣国に対してやることでもないと思ってます。それをロシアの政治指導部が考えてくれたらいいなというのが望むことということで書きました。